はい、ということで、本日も YouTube やっていきたいと思います。本日なんですけれども、特別ゲスト呼んじゃいました。っていうのもですね、実際にこうインスタグラムですとか、LINE ですとか、まあいろんなところがですね、竹内大地さんどんな教育受けてこられたんですかとか、お父さんお母さんが絶対に素晴らしい人ですよねとか、まあ、そんな風にですね、結構質問の方をいただくんですね。なので今回は呼んじゃいました。はい、私の父です。どうも。まあ、照れますね。よろしくお願いします。質問にね、答えようかなと。呼んじゃいましたよ。はい、今回群馬まで来てもらいました。来ちゃいました。はい、ということでね、実際に僕が小学校とかね、ちっちゃい頃ってどんな子だったのというところ、皆さん結構聞きたいと思うんですよ。ね、まあ、そういうところを話してもらいつつ、あとはですね、まあ、実際にこう東海大相模とか、独立リーグ、そして引退後もですね、まあ、こうジャイアンツの日本も来て野球の指導をしたりとか、まあ、常にこう、なんていうかな、よく言われるのがこう野心があるというか、うん、常になんかこう夢を持ち続けてるよねみたいな、そんなこう教育したいという、お子さん、お父さんお母さん多いので、実際にこうどんなですね、一言、一個でいいので教育をこう意識してやってきたのか、そんなところをですね、聞いて、皆様にお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、じゃあ実際にですね、僕がちっちゃい頃、どれぐらいかな、小学生ぐらい、うん、どんな子だったかっていうのを聞いてもいい？まあ、そうだね、1年生だっけね、1年生から、うんうんうん、学童の少年野球に、まあ、僕の知り合いの人がやっているジャニーズっていう、うん、ジャニーズ、ものすごい踊るジャニーズじゃないですからね、ものすごい名前で、はい、まあそこに、うん、まあ、なんて言うんだろう、まあ、放課後、まあ、預けられるっていう形でそのチームに預けたと。僕はもう何て言うんだろう、その続かないだろうと思ってたんですよ。あ、野球が？野球が、ね、なるほど。なぜかというと、うん、まあ行くのも嫌だったっていうような形だったから。マジで嫌だった、うん、っていうのは、皆さん、ジャニーズっていうのは普通はこう小学校のねチームって1個あるんですよ。大体こうこの小学校はこのチームみたいな。ジャニーズっていうのは僕が通った小学校じゃない小学校のね、うん、チームだったんです ね、 ね、しかも強かったんですよ。ほんと友達もいないとこに小学校1年生でこうぶち込まれたみたいな、うんうんうん、僕はそんなような感じでしたね、うんうん、そうだね、うん、それでまあ、うん、1年が過ぎ2年3年生ぐらいから、うん、まあ、低学年チームでは、うんうん、まあピッチャーもやり、うん、ショートも任されるようになって、うん、ん、野球を続けていくのかなって僕も感じ出したかな。なるほど、うん、それがまあ3年生の、まあ、後半ぐらいからだね。で、実際そのなんか1年生の頃って嫌だったの、結構行くのが、うんうん、 その時の俺ってどんな風に見せたの？カルガモだよね。カルガモ。カルガモ。まあお母さんの後にいやついてくる、3メーターぐらい離れてで自転車でついていくカルガモみたいな。なるほど、カルガモ親子ね。そう、どっから見てもカルガモだった。心配性だったからさ俺、うん、そう、嫌だったんだよね。嫌な顔してたよな多分ね。こう動いてないと思う、多分ずっとこう嫌だな嫌だなって言ってたと思う。だから僕はもう、うん、すぐに辞めるなと思ってた。なるほど、うん、でなんでそんなすぐ辞めるなって、俺が現役をだから20年以上、20年ぐらいは野球を続けてって、うん、そうだね、夢に向かってやれたっていうのは、うん、僕自身もね、なんでなんだろうって結構考えることあるんですけど、うん、なるほど、父としてはなんかこうね、特別な教育みたいな、俺はこんなことを意識してやってたよっていうの結構皆さん聞きたいと思うんですよ、うん、うん、やっぱこうプロだったり野球を続けてほしいってお父さんお母さんすごい多いと思うんで、うん、そうだね、そう、まあ、うん、まあ大地の場合にはその3年生が過ぎ、まあ、高学年になってやっぱりそのショートだキャプテンだってなってきて、うん、ん、じゃあこれは本当にその僕の中では甲子園っていう頭が出てきて、どっかいい高校、名門校に入れたいっていう僕の方で、父親の方で考え出した。なるほど、それで僕の方が積極的に動かなくちゃいけないなと思ったの事実だから、中学生のプロどういうふうにすればそこに行けるんだろうってことは、まずなんていうのかな、まあ 今みたいにスマホとかそういうのはないから、直接先輩のね、お父さんに聞いたり、なるほど、そしたらまあ公式の野球チームに出た方が早いよっていう言葉が出てきた。それでどこの公式がいいんだろうっていう形だったね。なるほど、うん、え、だから結局ね、僕もよくこう、まあ、LAC だったり、うん、まあ、アカデミーの方でこう、うん、アドバイスさせてもらうのが行動力だと、要は情報なんだよね、うん、結局親の、うん、そうだね、ね、そういう意味で言うと、もしかしたら当時ね、スマホとかない時代で、うん、にもかかわらず情報を取り入った事実っていうのは、うん、これは結構その大事かもね。そうだね、それがまあ
まず一歩だよね。なるほど、うん、皆さん聞きましたか？情報がまず一歩、まあ、これがね、あの本当にためになるか分かんないですけど、うん、あくまでも参考にね。でこれあの、まあ、私のね知り合いのオリンピアの、まあ、サーフィンのね五十嵐カノア選手っていう方がいるんですけれども、うん、お父さんもね常々言ってますよね。言ってるね、うん、情報、それも、まあ、父親と母親が情報をいかに情報を集めるか、その人が知らないようなことを集められるかがやっぱり鍵だよね。それでやっぱり指導者もそうなんだけど、その指導者ってわからないからね、入ってみないと、まあ、どういう名門校に入ってもどういう指導なんだろう、 それが入ってみなくちゃわからないってのはちょっと深いね。ちょっとそこなんだよね。なるほど。微妙でここいいよって言っても名門校で、まあいろんな高校があるよね、まあ、横浜高校だ、いろいろ名門校があって、そこに入ったとしてどうなんだろう、入ってみてっていうのが多いかもしれないよね。いいかな、はい。実際に僕東海大相模、まあ、名門校と言われるところに入って、うん、まあこういい形でね、まあ、入っていって、うん、メンバーにも食い込めたりとかいう感じだったけど、実際にそれを見ている親の気持ちとか、うん、その心の本当の裏側っていうのはどんな心境だったっていうの、うん、いやもうなんて言うんだろうな、東海大相模にも入れたくて、まあね実力もあったから、まあ入れた、うんね、それでもう親としては万々歳だ、これでもうプロ野球選手は間違いないだろうと思った確実に思った。もう1年生の時から、ね、3年生に今ね、まあ、あの、ねまあ、菅野さんとね、まあ、そう、うん、菅野君と菅野選手と、うんまあ、田中康介選手がいた時に田中康介さんと一緒にノックを1年生から受けてた、うん、もう親としてはこれ行った、それ行ったと行ったとと思ったんですよ。したらやっぱりいろいろある。でこのまあいろいろあるって話はあの30分ぐらいかかっちゃうから、そう、また、あ、別でね、これ企画としていろいろあった時の話をね、相模の話っていうのを僕すると思うので、そうだね。まあ、そこでね、うん、楽しみにしてもらえばと思うんですね。そうだね。それでまあ、うん、その高校に入ると親子なんていうのかな、親の手を離れる、うん、まあ寮ですよね。うん、まあ、全員寮に入るから、まあ、相模の場合には寮だったってことは、うん、もう親を離れていく。うん、その高校に入って同府にじゃもう遅いんですよ。高校に入ってからはそこはもう手助けできないような状態になっていく。なるほど。そこは鍵ですよ。これはすごく覚えておいた方がいいですよ。高校に入る前なんですよ。中学じゃダメなんですよ。もう中学は高校のなんて言うんだろうな、準備なんですよ確実に、うん、高校野球に入る準備だから小学生なんですよ、うん、と僕は今思うんだ。でも小学6年生5年生の時からもう高校を見据えて、うん、そうもう走らせて行動だったり情報を取らなきゃいけないと。僕は取ったね。うん、小学校6年で本気だと思ったから本気だと思ったから情報を取り出した、うん、それが良かった。なるほど、うん、それが今のまあ俺のその野球を続けていくと、うん、野球を、まあ、一歩だよな、追求していく子を育てるという意味では、うんうん、親自身が情熱を持って本気で情報を取り行きながら、うん、子供のサポートを信じて続けてあげるみたいな。そう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 、だから情熱だけではちょっと違うんだけど、ね、なるほど、なるほど、情熱があってちゃんとしたなんていうのかな、情報を入れるっていう、なかなか難しいんですよ。なるほどなるほどなるほど、なかなか難しい。わかりました。じゃあちょっとね、うん、コメントの方とかまた LAC ね、あの無料の体験もあるんで、うんうん、僕と直接やり取りができるんで、もしね本当に聞きたいとか、うん、本気なんです、うちマジでうち息子をプロ野球選手にならしてあげたいんですっていう保護者の方がいましたらですね、ぜひコメントの方いただいてね、うん、実際にこうね、こういう感じで返してマンツーマンに返していけるんで、うん、ぜひですね、ご連絡待ってますということで、絶対プラスになりますよ。はい、はい、ということでありがとうございました。今回こういう形でたくさんの人にですね協力をいただきまして、まあ、こう親子対談みたいな感じで企画をできることができました。ためになるかどうかわからないんですけれども、ぜひですね夢を追う、子供を持つ、お父さんお母さん、あとは選手、こういうメッセージがね届けば嬉しいと思います。はい、最後に、ね、父がまあこう一言で、ね、うん、最後こう本当にプロを目指すお父さんお母さんに向けてメッセージを。そうだね、お願いします。まあ、うん、まあ高校生になる前、まあ中学生の前、まあ、小学校かな、うん、小学校の学童の頃にもうプロになると決めたら、うん、家族一丸となってそのプロを目指すんだ、うん、そういう形かな、うん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 、もうその親元を離れる前に、うん、プロだけを家族で、なるほど、見つめるっていうかな、なるんだって一丸となって、まあ、協力し合ったりっていうのかな、なんてうまく言えないんだけど、一丸となってプロを目指しましょう、うんうんうん、スピードだな、ね、諦めずに早いに、そう、早いって早いで早くねってね、早く結構ね、まあ、まとめながら申し訳ないんですけど、うんうん、これめちゃめちゃ有益な情報なんで、ね、言うんですけど、
大体の人が小学生だったら中学生の情報、中学生だったら高校生、要は次のステップの情報を取ろうとするんで ね、その時になってみて、そうだ ね、これ結構肝ですよね、うん、そこそう、うん、でしかもプロになるっていうのをその早い段階で確定したら、もうじゃあやっていこうって言って、みんなでね、うん、同じ方向を向いて、確かにまあそういう意味で言うと、まあ、俺がねジャイアンツとか NBB の選手になれなかったけども、こうやって野球追求できてね、今でもこうやってね、あの夢を追い続けられてるっていうのは、家族みんながスクラムを組めたと、そうだね、いうところは本当に言えるので、うん、ぜひですね、登録してほしいと思います、ね、本当だね、ということで、親子企画ありがとうございました。またこういう風にね、質問があればどんどんね、お願いをして、親子コラボ恥ずかしいですけどやっていこうと思いますんで、ぜひですね、お前いいな、お前めっちゃ面白いな、ためになるなと思った人はね、今すぐチャンネル登録をしてください、うん、あと絶対的に諦めないことだね。OKOKOK 絶対に諦めたらダメ。そこでもう負け。あ、なるほど。個人的にもう 親子さんもメンバーになれない、どうのこうのじゃなくて、それは、ね、諦めない、野球を続けるってこと。あ、それはない、ね、続け方もプロを目指して続けるってことだよね。それだそれだ、うん、ダメじゃないから、うん、それで自分たちが負けた時にダメになるだよね。うん、その通り、うん、俺それがあったからね、うん、やりましたから絶対諦めない。じゃあ絶対諦めんなよ。じゃあありがとうございました。